えー、こんにちはお疲れさまです。気になる男157話をお届けします。昨日はですね、ズームの対談の方お疲れさまでございました。えー、っとね、YouTube のチャンネルを作って、いろんな活動を皆さんされてると思いますけども、まあ、私からね、ここをやったら、さらに秀でるチャンネルになるよっていうふうなヒントがありますので、今日はそこをお伝えしようと思います。ここにちょっと書きました。YouTube のチャンネル、差別化っていうのは、非常に大事なことになってきます。 なんで他のチャンネルじゃなくて私のチャンネルが見てくれるのってことが差別化なんですよ。皆さんもあると思いますけども、もう無数にある YouTube チャンネルの中で、同じジャンル、同じようなテーマでやってるはずなのに、でもこの人のチャンネルを見ちゃうっていうのがあると思うんですよ。で私の例で言うとね、さまあ、様々な格闘技チャンネルね、こう、武術のチャンネルとか、ボクシングのチャンネルとか、ブレイキングダウンみたいなのありますけども、じゃあなんで人気チャンネルに私は魅力を感じずに、ものすごくマニアックな、しかも海外の 武術の特定のの特チャンネルを見てるかかとううそこが私のこう気が私合うからなんですよねまあでも多分その発信が私にとってはすごく差別感になってると思うんですよ。まさに求めるものがそこにあってですねそこに特化してるから見るのかなと思います。で他のチャンネルも悪くはないんですけどもうーんなんか自分の求めてるものや年代的にちょっと違うから私の場合は格闘技 というよりも、武術のね型の美しさとかそこから生まれてくる哲学とかそれから健康法っていうんですか、まあ、そういったのに結構魅力を感じてるんですよねですんで相手をなぎ倒して勝ってやったーみたいなところではないのかなと特に荒くれ者が自分の人生を一発逆転するためにね、えー、なんかその、まあ、喧嘩みたいなストリートファイターみたいなのにのし上がっていくっていうのはまあ悪くはないんですけども私が求めてるところではないかなっていうところは正直大きいですね。 まあそう考えていくとさまざ、あ、まねあの格闘技チャンネルがある中で私が選んだのはそこだなってことが考察できるんですけどもじゃ今度はそういうふうな趣味趣向を持った人に対して狙ってですね差別化を向けていくチャンネルっていうのが私たち YouTuber としてはできないかなと思うわけなんですよ。でさらにもう一個を進めると差別化から個別化へっていうのがありますこれは私の考え方なんですけども差別化っていうふうな考え方よりも特定のこの人一人のためにやるっていうのはね 個別化された YouTube チャンネルっていうのはなかなか作れないと思うんですよ。で、私の場合はそれをやってるかなってことです。ただちょっと分かりにくいのは、一つの YouTube チャンネルに個別化のそれぞれの本当は独立した YouTube チャンネルを複数作るべきなのに、一個の中に全部まとめて雑誌にしてるところなんですよ。で、私の YouTube チャンネル、隠居 TV っていうのは一冊の雑誌みたいになってます。ですんで、毎日扱う特集が変わってくるんですよ。 例えば、時事問題を扱った政治とかね、経済とかっていうのを扱ったね、隠居 TV っていうのがあります。これは毎日テーマを変えていきますので、どんなテーマだったら、どんな人が来るのかなってことが、まあ、いつも分かるわけなんですよ。ど同時にですね もう私が話すテーマだったら何でもついてきてくれる方っていうのはいるんですよねいや。非常にありがたいなと思いますけど、そういう方っていうのは今まで考えもしなかったジャンルとか興味を持てなかった世界っていうのに足を踏み入れるきっかけになるということで、まあ、私の毎日のね、隠、え、居、ー、TV っていうのを楽しみにしてくれるということだそうです。えー、そして、専門的な分野のことも話します。例えば YouTube でいかに稼いでいくかみたいなことはね、まあ、今ずっと代表的なこととして話させてもらいます。YouTube が何でいいのか、YouTube を選ぶとどういう人生になるのか、そして何で YouTube をやらないのか。 なななければならないのかってことですね、まあ、今ねあの本当にサラリーマンでお勤めされていてもなかなか年収を上げることって難しいと思うんですよで20年30年所得が上がらないばかりか平均年収は中央値で下がっているという現象もあるんですよねこれは国の政策が悪いとも言えるんですけどもちょっと待って本当かと思うんですよ。国の政策は政策であるんだけども私たちは向かうべき時代のテクノロジーにちゃんとね 向き合っってているかってことなんですよ、まあ、つまりは IT を中心としたビジネスに自分の体を変えていくことによってね所得ってのは上がるんじゃないかなそして所得が上がるんだけども拘束される時間も減るんじゃないかなっていうふうな見方が必要だと思うんですよなのにほとんどの方ってのはまあいまだにね工場勤務をしたりとか営業の職業に就いたりするわけなんですよ。これが何でいけないかっていうとその市場が崩壊してる飽和してるからなんですよ。あまりににも製造業とか販売に 向かってる人が多いんですよねだからこれをですねインターネットを使ったいわゆるデジタルコンテンツっていう製造業とかそれからインターネットを使ったマーケティング戦略ね例えば YouTube であの企業案件商品を紹介するって世界もそうですけども結局こっちの方は人手不足なんですよ。だから競争も大してないですしそれから一人でできますし客単価も高いってことになるんですよ。同じことをするんでも インターネットの世界から YouTube の世界から世の中に訴えかけてそしてデジタル商品とかそういったバーチャルなものを扱った方がものすごくね需要って伸びるんですよね、まあ、例えばね若い女の子で20代30代の女の子がなんは VTuber とかやったりとかね歌ってみたとかやるんですけどもこれねあの世の中のお父さんお母さんがね働いて得る収入よりも高い所得を得てる例が多いんですよで集客力も圧倒的でそうですねうんまあ YouTube 活動していてね 今日の、うん、まあ、なんていうのかな、YouTube のコミュニティで、うん、なんかショールームっていうのがあるんですけどね、そのショールームとかで、いや、今日少なかった、30人しか来なかった、いや、今日なんとか100人来たよっていうふうにため息をついてる、そういったね、若い女性や男性がいらっしゃるんですよ。でもこれってすごいことですよね。だって、伝統的な営業職をしてる人とか、製造業をやってる人で、誰がね、たった一人の自分の活動で、毎日20人、30人呼べるんですかってことですよ。 ここだけ切り取ってもなんで収入が上がらないのかっていうのはもうね勝負しちゃいけないマーケットに居続ける人のその判断っていうところもあるんですよだからきちんとテクノロジーを使ってもう本当に在宅でですねもうなんていうの、まあ、VTuber なんていうのは自分の側とか関係ないわけですよあのバーチャルで作ってもらえるんでそうなったら圧倒的に有利な 市場をテクノロジーによって手に入れることができるのにそのテクノロジーを否定し続けてるのは誰なんですかってことになりますからこれ政策の問題でも何でもないというふうな見方もできるんですよね、まあ、これで発想の転換ができた方はまずねインターネットで稼いでいくっていうその入り口に立てると思いますけどもいやいやそうは言ってもテクノロジーなんて自分たちには苦手じゃないかでそういうのをなんとかするのが政策の役目でしょうっていうんですけどもあの無数の苦手に付きあってはらんないですよね むしろいろんなことが苦手な人から商品買いたい人いますかいろんなことを苦手って言っている人に給料払いたい人いますかっていうそういうふうなあの別の視点も必要なんですよね特に自分の立場から自分塾で物を言うんじゃなくて他人塾相手塾ってものを大切にするとなんで自分が受け入れられてないのかってことがよくわかると思うんですよはいそういうことを YouTube の方でお話してるかなってところですよねで次 FX のことについてももうね6年ぐらい私情報発信してるんですよ FX は最初は全然勝てない単なるど素人でしたそれこそ学ぶこともしてなかったただただ自分の FX の勝手なあエントリーっていうのをね動画で紹介しただけだったんですけどもでもその頃からずっと今に至るまで、あのー、ほぼ延々と見続けてくださってる方もいるんですよねで FX は今実力がありますんで、えー、勝利に導けるそんなこともできるという放送になってますまあでもね私が苦手なところからやり続けて得意になったように今苦手でも FX だろうと何だろうとね得意になっていく道を歩むためには最初はねやたらめったら勝負しても勝てないって時期が来るのこれはもうしょうがないですよねスポーツでもそうですけども最初にユニフォームを着て試合をした時っていきなり勝てますかってことなんですよ最初は勝てないと思うんですよやっぱり百戦錬磨の人と戦えばそっちの方が勝っちゃいますんでねでもそういうふうに試合に出て負ける勝てない なんでなんだろうって考えるところから練習っていうのが始まってその練習の積み重ねが勝利を呼ぶんじゃないかなと思うんですよねはいそれからねパパ活っていうコーナーもありますこれは子育ての動画なんですけどもどんなことをして子供とそして家族と暮らしてるかっていうことをその中でね動画でお見せしてる語ってるっていうチャンネルになりますまあですんでねこれから家族を持ちたいなって方にとってはものすごくヒントになると思いますし少子高齢方はいえども YouTube で他の人はどういうふうに こんな時やってるのかなっていうふうに検索することっていうのはなくならないと思うんですよその中で私はすでに網を張っているっていう状況ですからまあ、こちらの方もねお役に立てるんじゃないかなと思いますはい、そして恋愛問題もね語ってますね、うん、特に40を過ぎて男性がどう恋愛をしていくのかとかそれからなんでね女性が 早くに恋愛市場からこぼれてしまうのかとかね。そのためにどうすればいいのかってことも。まあシビアな視点ではありますけども、私の1万数千人のその視聴者さんから集めたデータってので構成している部分があります。ま、私のチャンネル登録をしてくださっている方から集めたあの資料なんで、私のチャンネルを見てくださっている方にはとても親和性があるんじゃないかなと思います。 まあどっかの厚生労働省の調査っていうのは、一体誰のアンケートなのか全く分かりませんけども、私のチャンネルの中で起きている現象っていうのは、私のチャンネル登録をしている方にはとても刺さるもんではないかなと思いますんでね、これも使っていただければと思います。まあ、その他、私の隠居 t v っていうこのね、YouTube チャンネルでは Q&A コーナーっていうのをやってますよね。無数の Q&A に答えてきました。まあ、そらく1万件を超える <laughs> あの質問に答えたと思います。中にはね、 もう私の身勝手な強引な意見っていうのを聞きたくってものすごくねえぐるような質問をしてくれる方もいるんですけども私はきちっとその日のうちにお答えしてると思いますはいそして動画のリレーですよね私と今動画リレーをやってる方は億万長者合宿その他気になる男シリーズでも何人もいらっしゃるんですけどもでもねその動画リレーのペースっていうのは人それぞれです毎日の方もいれば1日に10本前後の方もいればねそれから1週間に1個あるかないかなって方もいます ででも関心だななと思ういいててるる人がいるってことなんですよでそれを一点に引き受けてどんな人とも何人増えようと私は一人で対応してるってことなんですよ、まあ、そうなるとね YouTube 生活ものすごく忙しいんじゃないですかって思われるかもしれませんけども全然忙しくないですよいやそれこそね一体いつ動画を撮ってるのかわからないようなペースで私はやりますでも返信を遅らせることはないと思うんですよ全ての私への、ね、問いかけに対して多分その日のうちに答えられてるんじゃないかなと思いますね で、ここに加わるのが今回ズーム対談でもう強く押したショート動画ですよねこのショート動画っていう分野っていうのは私も今手をかけたばかりですタカさんもそうですだからこれから YouTube をやっていこうと思う方にはもううってつけなんですよみんな同じスタートラインですからでああでもないこうでもないっていうふうにお互いにそのノウハウとかね利点っていうのを探っていくところに今一緒に立ち会うことができるこのショート動画で一緒にね 2022年の最後の月を突破していくことによって2023年の新しい YouTube の文化新しい稼ぎ方新しい資産がそれぞれ私たちのもとに出てくるんではないかなと思いますあとは後発組にそのコンテンツを提供していくことによってさらにそこはね自分の教室っていう形で儲けていけるんじゃないかなと思いますし儲けていけるっていうのはどっちかっていうと生徒さんが知らずを知るになるっていうね この情報化社会の中で最も大事な情報とかノウハウをお届けできる立場つまり貢献できる立場にいるっていうことが最大の利点だと思いますですのでね売りにくいマーケットから売れやすいマーケットにまさにリアルからデジタルへ移ることこれが2023年のスタートに欠かせないもんじゃないかなと思いますけどもいかがでしょうかそれでは本日は以上でございますお疲れ様でございます